奇跡獣は岩秋人氏の同名漫画を原作とする実写の日本映画二部構成の作品であり、前編にあたる奇跡獣は2014年11月29日に公開され、後編にあたる奇跡獣完結編が2015年4月25日に公開された。監督は山崎隆史、主演は染谷翔太。脚本を山崎隆史と 古澤良太が共同で手掛け、深津襟、橋本愛良が出演。人間の頭部を乗っ取り、その肉体を支配しながら、他の人間を捕食する新種の寄生生物、パラサイトが出現した現代日本を舞台に、脳への乗っ取りを免れた主人公がパラサイトと共生し、他の人間に対して正体を隠しながらも、パラサイトとの戦いに巻き込まれていくという講師は、 原作を踏襲するが、いくつもの場面で、エピソードの順序や、その因果関係が変更されるなど、展開には手が加えられている。例えば完結編の中盤では、タミヤ・子と倉森、新一が動物園で退治する場面と、視聴者でのパラサイト殲滅作戦という、原作では別々の時期の出来事として描かれていた、エピソードが交互に場面を映す形で、同時進行するが、 これは、離れた場面の出来事を、表裏一体として描くことで、民や良子が語る内容に説得力を持たせることを意図した変更であるという。前編は、映画としてのエンターテインメント性に、重きが置かれ、主人公が、極限状態を経験することで、狂気と覚悟の狭間で、変貌していく姿に焦点を当てた物語が、描かれる。完結編では、テーマ性やドラマに、 重きが置かれ、物語はパラサイトと人間の群像劇という方向にシフトし、パラサイトよりも人間の方がより危険な存在であることが浮き彫りになっていくような展開となる。後編のクライマックスにおいて登場するあるものについて、原作では不法投棄された産業廃棄物だったのに対し、映画版では放射性廃棄物に変えられている。キャッチコピーは日常は ある日突然食べられた。君はまだ人間ですか愛する人を守れますかなぜ生まれてきたのだろうパラサイトの卵が深海から浮上して港へと上陸し、妖精となって貨物に侵入して各地へ散っていく場面から物語は始まる。主人公の泉真一は自宅に忍び込んできたパラサイト右に襲われるが、 頭部への寄生を免れながらも右腕に寄生される。頭部を乗っ取ることに失敗した右衣と自身の右腕を失った新一はやむを得ず強制関係を築くことになるが、その頃寄生に成功した他のパラサイトたちは人間に擬態し、人間たちを襲って捕食していた。右衣は好奇心から他のパラサイトと接触を試みるが、 最初に遭遇した中華料理店の主人に擬態したパラサイトは新一を警戒し、右は新一を守ってこれを殺害することになる。しかし、このことが原因で新一と右は人間の警察とパラサイトの組織、パラサイトネットワークの双方から目をつけられてしまう。その後、新一が通う高校に高校教師に擬態したパラサイト タミヤ・子が不任してくる。パラサイトが生殖能力を持たないことを自分自身の体を使った実験で確認し、その存在意義に疑問を抱いていたタミヤ・田宮良子は人間との共生関係のモデルケースとして着目するようになっていく。彼女は新一をパラサイトネットワークに誘い、 ネットワークの仲間である警察官のパラサイト、A と高校生のパラサイト、島田秀夫を紹介するが、しかし、A は中華料理店の主人を殺害した新一と右を密かに敵視していた。A は新一と右を自宅近くで襲撃し、右は新一との連携によって、A を帰り討ちにするが、自宅近くの裏通りで迎え撃ったために、新一は自分の母、 信子を戦いに巻き込んでしまうことになる。A は、新一の母親を殺害して、頭部を乗っ取り、新一の自宅に現れるが、動揺した新一は、その事実を受け入れられないまま心臓を、差し貫かれてしまう。右は、新一の体内に潜り込んで心臓を修復して、即死状態から蘇生させることに成功するが、その副作用で、新一の身体能力には、 超人的な変化が生じるようになり、また母を殺され自らも臨死の状態を体験したことなどから精神に変調をきたしていく。新一の幼馴染みである村の里美は新一の変化に困惑する。A は行方を喰らまし、新一は学校に通い、警察の追求をはぐらかしながらも母のあだである A の行方を探そうとする。その頃、パラサイトネットワークは パラサイトこそが地球環境を汚染する人類に対する自然の継承であり、救世主だという思想を抱く人間、広川剛を市長候補に擁立し、勢力の拡大を目論んでいた。人間社会との共存の道を模索しようとする田宮良子は、ネットワークの中で孤立を深めつつも、高校教師を続けながら、右との融合で変化した新一の観察を継続するため、 島田秀夫を高校に呼び寄せる。しかし、島田秀夫は、高校で正体が露見してしまい、薬品を投げつけられたことで錯乱し、生徒たちを虐殺し始める。新一は、里見を守って、島田秀夫と戦い、最終的に射殺する。パラサイトの繁殖能力を確かめるための実験で、A の間にできた人間の子を見ごもっていた、タミヤ・子は、他の教師から、 未婚の母となったことを咎められたり、宿主の両親に正体を見破られたりしたこともあって、学校にいられなくなり、新一に A の居場所を教えて、高校を去る。母親を乗っ取った A との対決で、新一は右位の助力を得られない状況に陥る。しかし新一はそれまでの場面で片鱗のみを見せていた、超人的な身体能力を発揮し、初めて右に頼らず独力で、 A を圧倒し、自ら手を下して復讐を遂げる。広川は選挙で市長として当選し、新一がパラサイトたちと対決する決意を固める。一方、警察は密かにパラサイトたちを一掃するための計画を進める。新一がパラサイトではないかという疑念を抱く警察は、快楽殺人者という経緯から人間とパラサイトを判別する超能力を持つ囚人。 村上を新一に引き合わせるが、確証を得られずに終わる。その頃新一は、右井と共に、復讐のために社会に潜む、パラサイト狩りという戦いを続けていた。新一を撃つべきという機運が高まる、パラサイトネットワークの中で孤立を深めていく。タミヤ・子は、フリーライターである倉森を利用して新一と、右井の観察を継続していたが、倉森は、微行に失敗し、 タミヤ・子の正体がパラサイトであることを新一と右から暴露される。新一の存在を危険視する広川は、四角のパラサイトたちに命じて、それぞれ新一と右、倉森及びタミヤ・子の抹殺を格索する。しかし四角たちは新一やタミヤ・子に敗れ、倉森には逃げられてしまう。警察が広川の拠点である。 市役所に対する鎮圧作戦を実行に移していた。その頃、広川の死角に娘を殺された。倉森は自分を戦いに巻き込んだ、田宮良子の赤ん坊を誘拐して誘い出し、新一の生死をよそに、自らの命と引き換えに、田宮良子の正体を警察の前で暴く。田宮良子は赤ん坊を新一に託し、警官隊に射殺される。同時に行われていた、 市役所での戦いでは広川がパラサイトと誤認されたまま射殺されるが警察の鎮圧部隊は頭部と死士に合計5体が融合したパラサイト後藤によって全滅する一足遅く市役所に駆けつけた新一はその場で後藤に勝ち目のない戦いを挑まれ逃走しながらの戦いを余儀なくされる新一と右は反撃を試みるもの,の敗れ右は 新一を逃がすための犠牲となり、後藤に取り込まれてしまう。新一はすべてを失ったことに絶望するが、新一の状況を知って駆けつけた里見と結ばれ、彼女を守るために、新一を追ってきた後藤との再戦を決意する。清掃工場のゴミ焼却施設に逃げ込んだ新一は、終始後藤に圧倒され、パラサイトを生み出したのは、人間自身であるという後藤の主張に衝撃を受けるが、 そこに捨てられていた放射性廃棄物に助けられる形で、右位を取り戻し、逆転の勝利をつかむ。新一は戦いに敗れつつも、必死に生き延びようとする後藤の姿に心を動かされ、とどめを刺すことを躊躇するが、戦いを見守っていた里見の姿を見て、戦いの目的を思い出し、後藤を焼却炉に投げ込んで決着をつける。右位は放射線を浴びて傷ついた。 新一の細胞を治療するために新一の体に散らばり、別れを告げて、普通の右手となる。戦いを終えて、月日が過ぎ、タ宮良子が残した子供の様子を見るために施設を訪れていた新一と里美は、その帰りに、市役所での戦いから逃走していた浦上と遭遇する。新一がパラサイトと共生していたことを最初から見抜いていた浦上は、 サトミを人質にして新一を呼び寄せ、自分のような快楽殺人者こそが人間の本質であると主張し、人間とパラサイトの中間的存在である。新一の見知からの賛同を求める。新一は言いよどむが、サトミは浦上の主張を一周する。新一はサトミを助けようとして浦上に立ち向かい、一歩及ばなかったものサトミは助かる。新一とサトミが、 自分たちを助けてくれたのは右だと確信する中、映画は幕を閉じる。原作前十巻の内容を前二部作の映画に圧縮するため、物語の主軸は、生物としての人類、人類としての母というテーマに絞られ、そこに関わらない登場人物については制作スタッフ個人の好き嫌いに関わりなく整理された。例えば主人公である、 新一の家庭を母子家庭という設定に変更し、父親を登場させないように改変したのは、母親とは何かという裏の主題を強調する意図から、早い段階で、スタッフの総意として決まったことであるという。監督の山崎によれば、どの登場人物を削るのも辛く、特に主人公に思いを寄せるサブヒロインのカナやミギーと同様に人間と共生関係を築いている、パラサイト上といった、 登場人物を削るのは苦渋の決断であったという。人間の登場人物の私服や学生服などは奇抜さよりも時代や流行に左右されない上質さや普遍性が意図された。一方でパラサイトが寄生した人物たちの衣装は設定上は普通の衣服であるものの大きな違和感を感じさせない範囲で不自然さを 演出することを意図し、現実で使われる服とはやや構造の異なるデザインや色の異常が用いられている。第27回東京国際映画祭に出席する監督の山崎隆子の日本映画版から遡ること約10年前の2005年にはアメリカの配給会社であるニューラインシネマが原作の排他的な映像化権を獲得し、ハリウッド映画化が発表されていたものの、 結局この時はその後の続報がないまま企画が休止となり、そのまま2013年に入って映画化権の契約期間が終了している。しかし、原作漫画の人気は根強く、以前から映像化の機会を伺っていた日本国内の数十社によって争奪戦が繰り広げられ、最終的に東方が映画化権を取得した。2013年11月20日には日本での実写映画化及び、 テレビアニメ化が同時に正式発表され、実写映画版のスタッフ、主要キャストが公開された。監督の山崎は、本作の原作漫画を月刊アフタヌーンで連載を開始した当時から読んでおり、ハリウッドに渡っていた映像化圏が日本に戻ってくる前から、企画に加わりたいという意向をアピールしていたという。脚本は、山崎が初期校を書き、古沢がそれとは大きく、 内容や構成が異なったものを書き、多くの部分は、古沢の脚本に準拠しつつ、双方の内容を主者選択して取り込む形で決定された。実写映画版では、設定やストーリーの変更も行われているが、もともと原作にあったモチーフを強調する形での変更となっている。原作にあったエピソードは、物語の時代設定は、 原作から変更されており、同年のテレビアニメ版と同様主要登場人物たちがインターネットや携帯電話を利用する描写がされている。ただし監督の山崎は原作の内容は映画の制作時点から見ても古びておらず、携帯電話が繋がらなかったり、着信側が電話を取らなかったりする状況を描けば、映画公開当時の時代の話としても違和感がないので、 そのことで苦労したことはなかったとしている。劇中に登場する寄生生物、パラサイトの VFX は CG や模型を組み合わせて撮影された。俳優の顔が異形の姿に変形する場面の VFX には、コナミデジタルエンタテインメントの技術が、また主人公の右腕に寄生するパラサイト右の動きをモーションキャプチャーで取り込む際には、スクウェアエニックスの技術が用いられるなど、 日本のゲームメーカーの先端技術が特別な許可を得て、借用された。原作にあった人間が、パラサイトに捕食される場面などの残虐表現は、レーティングが、PG-12 に、そもそも丸範囲の限界を模索する形で再現され、一見すると、PG-12 指定の作品とは思えないような表現が、なされたが、本作の観客が求めているものは決して気持ちの悪い。 流血表現ではないだろうという点も考慮された。人体が損壊する瞬間ははっきり見せないといった自主規制には従いつつ、人体の切断面はグロデスクにせず、臓器と骨の走行像を美しく見せるという方針が取られ、パラサイトが人間を捕食する場面も自然ドキュメンタリー番組のような映像を意識し、野生動物の狩りのように演出することが意識された。 物語の舞台となるのは架空の都市で、全国各地にある複数のロケ地をつなぎ合わせて描かれている。またパラサイトたちが住む地域には、原作と同じく東福山市という架空の地名が設定されている。この架空の都市は、設定上では高台にはパラサイトたちの住居が、坂の下には人間たちの住居があり、主人公たちの住居はその中間である坂の途中という、 イメージで描かれている。パラサイトが住む世界と人間が住む世界を視覚的に区別したいという意図から人間たちの居住空間は雑然としたものとして描き、パラサイトたちの居住空間はセンスが良く無駄を排した空間として描くというコンセプトが掲げられた。主人公たちが通う高校は原作では単に西高と呼ばれていたが実写映画版では 西領館高等学校という架空の学校名が設定されている。実写映画版ではパラサイトたちは地球上で誕生したものであり異星人ではないという設定を強調する意図からパラサイトのディテールや人間を捕食する際の動きには深海生物のモチーフが取り入れており映画の冒頭でもそのことを踏まえた変更がなされている。原作では パラサイトたちは自分たちのことをパラサイトと名乗ることはなく自分たちを仲間、我々と称していたが実写映画版において広川剛志や田宮良子が所属する集団は自らの組織をパラサイトネットワークと名乗っている実写映画版ではパラサイトに脳を乗っ取られた人間にも脊髄などに縮小の人間性が残っておりそのことがパラサイトにも影響を与え 奇声部分と人間部分が混じり合うことで個性が生まれるという解釈がなされている。また原作におけるパラサイトは地球の意志が彼らを送り込んだという害や理論的な解釈ができる描かれ方をしていたのに対し実写映画版では人間自身がパラサイトを呼び寄せ人間がパラサイトの本能に対して人間を食い殺すよう囁いているという解釈が用意され 完結編の終盤で、後藤による主張という形で示される。ロケ地は、西日本を中心に、全国15府県から選ばれ、前編と完結編の撮影は、同時期に行われた。原作が、命を重要なテーマとして扱っていることから、そうした要素を感じ取れる場所として、水族館、動物園、魚市場などが、ロケ地として選ばれた。撮影は5ヶ月に及んだ。 クランクイーン初日は、主人公とヒロインが下校する場面から撮影が開始され、東京都府中市が最初のロケ地となった。劇中で、主人公らが初めて他のパラサイトと遭遇することになる。中華料理店は、外観を東京都大田区で、内部を撮影スタジオ内に作られたセットで撮影された。主人公の自宅は、外観を神奈川県鎌倉市にあるカフェを兼ねた。 昭和モダン風の住宅で内部を複数のスタジオ内のセットで撮影されており、主人公の家族がそれまでどのように住んでいたのかという裏設定を用意した上で、間取りや家具の配置が決められた。主要登場人物が通う西高こと、西良館高等学校は、茨城県立小川高等学校、静岡県立長泉高等学校、 三重県の海星高等学校の三つの学校で撮影され、劇中において一つの学校のように見えるよう編集された。このうち海星高校のみ、撮影時点で存続している学校であり、エキストラには生徒も参加したが、このような廃校となっていない学校で映画の撮影が行われるのは珍しいという。海星高校の所在する四日市市では他にも、 映画の冒頭で帰省前のパラサイトたちが海から港へと上陸しトレーラーなどに侵入して各地へと散っていく場面や物語中盤で主人公とヒロインがスーパーマーケットで夕食の買い物をする場面が撮影された。パラサイトが捕食した人間をむさぼり食う食堂となる建物内部やタメや良子が両親を殺害する場となる自宅の 撮影は、なかなか撮影許可が降りなかったものの、最終的には建築家の安藤忠雄が手掛けた、建築物群を中心に、複数の場所で撮影がなされた。実写映画版において、パラサイト、タメヤ・子が主人公を、エイ島田・秀夫と引き合わせる場となる水族館のロケ地は、神奈川県の横浜、八景島シーパラダイスであり、来園者がいない夜間の閉園時間中に慌ただしく、 撮影された。パラサイトに組みする政治家、広川が選挙演説を行う場面は、兵庫県神戸市に所在するアイランドセンター駅にて撮影され、このために約300人のエキストラが集められた。主人公が母親を乗っ取ったパラサイト、A との最後の戦いを繰り広げる場面は、大阪府の淀川に架か,かる阪急電鉄の橋梁下の河川実機であり、 頻繁に頭上を電車が行き交う場所で撮影された。倉森とタミヤ良子の最後の舞台となる動物園は、福岡県北九州市にある伊東津の森公園で撮影された。動物園での撮影は、関西な裏門近くで行われたため、動物園らしい賑やかさを出すためのセットが飾り付けられたが、そのうち橋の上に描かれた動物の足跡は、動物園の要望によってそのまま残された。 広川率いるパラサイトネットワークの本拠地となり、サットとの銃撃戦の舞台となる東福山市役所は、外観を大阪府堺市の堺市役所、会議室を滋賀県彦根市の夏川記念会館で撮影された。いずれも、看板や案内板を劇中の地名に書き換えたり、無機質感を意図して内装を模様替えしたりといった手が加えられている。最大の敵となる、 弟の決戦の舞台となるゴミ焼却施設は、外観を30件鈴鹿市の鈴鹿市清掃センター、内部を CG で描くことを前提に、グリーンバックのセットで撮影された。劇中では吊り下げられた大型の移動クレーンに飛び乗って戦う描写となっているが、このクレーンは、愛知県名古屋市の処理場に所在するクレーンをモデルに、スタッフが鉄やベニヤ板で製作した。 実物大のセットとなっている。新人役と後藤役を演じる役者は転落防止のワイヤーで吊るされ、それぞれ右手を後ろ手に固定して、片腕の状態を再現したり、モーションキャプチャー用のスーツや鍵爪状のブーツを着込んだりした状態で、狭い足場で落ちそうになりながらの首都を演じた。クレーンに挟まっているゴミは、古着、肥料、おがくず、とろろ昆布を混ぜたもので、 撮影現場は昆布臭かったという。CG で描かれた背景は、飛び切り格好良いゴミ処理場という要望が監督から出されており、煉獄をモチーフに、焼却中のゴミが燃え盛る広大な施設として描かれている。映画の最後で、里見を人質に取った浦上と新一が対決する場面は神奈川県横浜市のマンションの屋上で撮影された。この場面は、登場人物が、 屋上から転落する場面などの一部の例外を除き、あえてグリーンバックのセットを使わず、役者が命綱をつけながら、実際の屋上の円で撮影するという方針が取られた。登場人物が転落する場面は、スタジオ内の25メートルの高さのクレーンから役者がグリーンバックの背景を背にして、バンジージャンプする要領で撮影された。前編。 帰省獣は2014年10月30日、第27回東京国際映画祭にて、クロージング作品として、ワールドプレミア上映された。前編の公開直前にはシニアタイデンや連続の特番が組まれ、特番の最終日には、映画本編の冒頭10分が公開に先駆けて、放送された。同年11月29日の日本公開では、 全国418スクリーンでの公開となり、初週の土日2日間の全国映画動員ランキングでは、初登場1位、動員256,161人、興行収入3億4、033007、300円を記録した。来客の半数以上は原作漫画ファンであり、年齢層は20代、30代、 また63対37の割合で男性が多く訪れた。人気漫画の実写映画化作品には観客を落胆させる出来のものも多いことから公開前には原作ファンからの不安も寄せられた。映画の試写会や一般公開が始まると一部の原作読者からは思い描いていた人物像との落差や頭部をパラサイトに乗っ取られた人間にも 宿主の人間性が残っているとする映画版独自の設定に難色を示す意見も寄せられた。その一方で、ツイッター上では公開前の不安を払拭する内容であったという好意的な意見も数多く寄せられた。2015年4月、第17回ウディネファーイースト映画祭でヨーロッパ初上映。2016年9月2日。 前編、後編を一本に編集したバージョンを中国の約7000スクリーンで公開予定。規制重完結編に関するカテゴリー。ありがとうございます。